それでは皆さんテキストをご覧ください。まず目次のページを見てください。2日間で何を学ぶかということを今から確認しておきたいと思います。じゃあご一緒に読んでくださいね。このブルーのローマ数字の部分だけ読みましょうね。1番、ディスペンセーションとは何か。ここでディスペンセーションという言葉の定義を行います。そして定義と並行してディスペンセーショナリズムという神学体系はどういう基本的要素を持っているのか、あるいは持たなきゃいけないのか、そのことを最初に確定しておきたいと思います。次2番目、はい、ご一緒に、種々のディスペンセーションでは、ディスペンセーションと呼ばれるものにはどういう内容のものがあるのか、これが2番目の種々のディスペンセーションです。次3番目、ディスペンセーショナリズムの歴史。よくディスペンセーショナリズムはごく最近の神学体系だということが批判の理由になりますが、本当にそうなのかどうかということを歴史を回顧しながら確認したいと思います。そして次のページ4番目、契約神学。これはディスペンセーショナリズムに対抗する最も大きな神学的体系が契約神学です。ですから契約神学が何を主張しているのか、どこがディスペンセーショナリズムと違うのかということを確認いたします。これは皆さんがこういう学びをした後、契約神学の立場の方から批判されるときにどこが違うのかということを明確に提示できるようにするための学びです。次5番目どうぞ。解釈学。6番目、救済論。7番目、教会論。8番目、終末論。ディスペンセーショナリズムに特徴的な要素。この解釈学、救済論、教会論、終末論はディスペンセーショナリズムと契約神学が各項目においてどのように違うのかということを抑えようとしています。ですから今回のセミナー半分はディスペンセーショナリズムそのものの学び、残り半分は契約神学の主張を学び、ディスペンセーショナリズムとの違いがどこにあるかということを学ぶ。これが今回の学びのゴールです。